やっぱりちょっと車が捉えきれない。さあ3コーナーは岡村が再び車が今も取っているんですが、勢いの30番の桜井の方があるぞ。カーナンバー30番の桜井がサイドバイサイドから今度は後ろに下がった。ここは2位を守っていました岡村がうまく、ブレーキングでレイトブレーキングでそのポジションを守ったように見えるんですが、あらららららら、3コーナーから4コーナーで今度はアウトから並ばれてしまった。次のコーナーは右コーナー、2位を取っているのはカーナンバー30番の、さあこれは桜井の方ということになります。桜井がこのまま岡村をどうやらぞ、第3位はカーナンバー75 SM レイハートという L1 森本一輝選手、どうぞおめでとうございます。それでは初めに清掃の図案に参りましょう。大会特急に参加してくれる清掃特急が発表されております。安藤様お願いいたします。